今日はですね、このアプローチ編の100ヤード以内の、グリーンに対して狙うショットについてやっていこうと思います。100ヤードの距離ってなると、本当に乗せたいですし、どちら近づけたい、一番こうゴルフ場でいったらこうバーディーチャンスを作れたり、あと逆に林の中入った後の3打目の100ヤードもちゃんと寄せることができれば、パーもしくはボギーで上がれるんで、一番こうゴルフにおいても大切なショットの一つになってきます。で、100ヤードを、うまく打つコツとしては、僕今これ50度持ってるんですけど、50度で、私の距離だと120ヤードぐらい飛ぶんですけど、120が 95% だとしたら、実際100ヤード打つときは85から80ぐらい の頭の中で計算して、その振り幅で打つようにしています。なんでかっていうと、ショートアイアンっていうのはこう強く打とうとしたり、もしくは緩ませようとしてスイングスピードだけゆっくりにすると、クラブのロフトがですね、大きいので、どうしてもこう思いっきり速く振りすぎるとスピンがかかりすぎたり、逆にこう緩ませるとうまく自分が当てたいロフトで当てれなくなってしまう。そうすると距離感がずれてくるんで、そのロフトをしっかり管理するためにも、ちょっとこれもクラブを短く握ってもらうと、簡単にそのスピードを一定にしながら距離のコントロールも簡単になるので、短く握るっていうのが大切になります。あと短く握ることによって、構えボールに対してこう短く握ったままアドレスしてもらうと、自然とこうボールに対して距離を近づけることができるんで、スイングも大きく振ることができなくなります。なのでイメージは、フルスイングがこうしっかりグリップ長く握って、耳よりもちょっと高いぐらい、トップがこれぐらい上げると、120しっかり飛ばすんですけど、100ヤードだったらグリップしっかり短く握って、肩ぐらいの高さですかね。こうすることによって、この後フィニッシュの位置っていうのは変えずに振ってあげると、自然とここなら120、ここだったら100っていう、これは私の距離感になるんですけど、その人によって115から120ぐらい飛ぶクラブで100ヤードを今みたいなスイングで打ってもらうと、ラインも出やすいですし、縦の距離感っていうのも合いやすくなるんで、この今の振り幅とクラブを短く握ることですね、これをちょっとやりながら打ってみたいと思います。短く握って、指3本分ぐらい短く握って、ちょっとボールに近づいて、こういう風に打つと、今少しフォローが風吹いてるんでちょっとオーバーしてしまったんですけど、スイングの幅っていうのは短く取れるので、スイング中インパクトだけでドーンってこう終わってしまったりせずに、こう体のターンとこうクラブはしっかりスピードが同調してくれるようなスイングになるので、ぜひこの辺を意識して打ってみてください。